どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪の毛の乾かし方について紹介します。はい、ということで、蒸し暑くなってきて、もう乾かす時間がもう本当に大変っていう方が結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方に向けての乾かし方をちょっとしっかりと説明していきたいと思いますので、暑い季節ちょっと乾かすのめんどくさくなってるかもしれないですけど、ダメージの原因になっちゃうので、なるべく早く乾かす方法をご紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということで、まず、お風呂に入ってる時から勝負です。で、シャンプーしてトリートメントつけて、でその後流し終わった後ですね、でまずジャンボコーム、ちょっと目の粗いくしで毛先の方からちょっと溶かしていきます。で、この時にこう根元の方からやっちゃって引っかかったりして、こう無理やり溶かしてしまうとダメージの原因になったりするので、なるべく毛先の方から優しく溶かしていって、で中間で根元の順に溶かしていきます。で、こうすることによってまず水分がポタポタ垂れてきます。で、水分が落ちてきてくれるので、まずこの状態まで持っていきますね。で、その後になるべく乾いたタオルで水気、毛先の水気と根元の部分をこう押さえながらね、あんまりここでゴシゴシしたりするとこれもダメージの原因になるので、なるべくこう押さえながら水分をしっかりと取って、このままタオルターバンをやっていきます。で、お風呂から上がってきたら、まずこのタオルを外して、次にもう一回乾いたタオルで拭いていきます。で、まず根元の部分の水分をもう一回しっかりと押さえながら取って、で少しこう揉むぐらいだったら大丈夫かなと思います。あんまりこうゴシ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 ってこするとダメージ原因になるんで、ちょっとこう揉んであげる。で、しっかりと水分を取る。で、多分乾きづらいところって多分この辺の襟足部分だったりとかが乾きづらいと思うんで、この辺の水分をしっかりと取ってあげる。こうちょっとこう手でつまみながらやってあげると多分だいぶ取れてくれると思います。で、次に毛先の部分ですね。毛先もこうガシガシガシってやるんじゃなくて、もうちょっとこう優しく押さえるような感じで、しっかりと水分を取ってあげる。で、この時によくね、なんかウェブとかでも載ってるんですけど、クッキングペーパーとかあるじゃないですか。ああいうのとかで押さえて取ってあげるのも効果的です。なんですけど、まあ、あんまりエコでもないので、なるべくこうタオルとかでしっかりと、乾いてるタオルだったらだいぶ水気取れてくれると思うので、しっかりと取っておきます。で、この時にこう今見てもらったら分かると思うんですけど、こう結構毛束感がこう太いというか、こういう風な感じでまとまってるのが分かりますかね。こうなってるとやっぱりドライヤーの風が入りづらいんで乾きづらいです。なので、もう一度こういうジャンボコームで溶かしてあげる。で、なるべくですけど、こうパラパラさせてあげる、毛束を。そうすることによってドライヤーの風がしっかりと中まで通ってくれるので早く乾きやすいです。なんですけど、これもあんまり溶かしすぎるとダメージが出るので、なるべく、まあ、溶かしても2回ぐらいかな。最初に湯船の時とこう乾かす前に溶かしてあげる。で、もうちょっと早く乾かしたい方っていうのは、なんか速乾性があるスプレーとかを全体的につけてあげると、よりパラパラしてきます、毛が。この状態で乾かしてあげます。で、この状態で洗い流さないトリートメントを全体的につけて、で乾かしていくんですけど、こうやってタオルをかぶして、この状態でドライヤーをかけて乾かす方法ももちろんあるんですけど、これは確かにすごく早く乾きやすいです。なんですけど、今の時期にこれをやっちゃうと、ちょっともしかしたら暑いかもしれないですね。で、やっぱりタオルがやっぱ濡れてるの でドライヤーで乾かすとタオルが乾いてくれるので、すぐにまた髪の毛、濡れてる髪の毛をこう水分を吸いやすい状態になるので、確かに早く乾くんですけど、あんまり今はおすすめしてないです。
で、なんかよくタオル地の手袋とかあると思うんで、あれをつけて、乾かしてもらったら確かにめちゃくちゃ早いと思うんで、今の時期はそっちの方がおすすめです。でも、ない方もいらっしゃるかなと思うので、こういう乾いたタオルを手にこうぐる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 巻きつけて、で、まあ手首のあたりで、こうゴムでちょっと軽くだけ縛る。あまりこう、血が止まらない程度に縛って、この状態で、こう髪の毛をこう、なんていうんですか、抑えながらドライヤーで乾かしてあげる、水分を取りながらドライヤーで乾かしてあげると結構これでも早く乾くのでおすすめです。で、最後にドライヤーでなるべく乾きづらい襟足の根元の部分をしっかりとドライヤーで当てて、で、まあ、表面の部分、横の部分を、根元をしっかりとまず乾かしてから、根元がある程度乾いたなと思ったら中間あたりで、最後に毛先を乾かしていく手順でやってあげると早く乾いてくれます。はい、ということでやってみました。で、基本的に僕はなんですけど、やっぱり入浴中から水分を取っとくっていうのが結構重要かなと思うので、まずはしっかりと溶かして水分を落としてから、乾いたタオルでタオルターバーしてもらう。で、そのままこう湯船に浸かっておいてもらって、で、出た時にもう一度乾いたタオルで全体的に拭き直す。その後にまたちょっと、水分だったりとかをちょっと飛ばすように軽くだけ溶かしてあげて、でもあんまり溶かさない方がいいんで、ダメージがある方はあんまり溶かすのはお勧めしません。その後にさっきの髪の毛がちょっとこうまとまりになってる状態だと、ドライヤーやっても全然乾かないので、なるべくなんですけど、こう束感、細い束感にしてあげるように溶かしたりとかしてやってあげて、それでも乾きが遅いなっていう方は速乾のスプレーとかでやってもらうと、より束感が細かくなります。それでドライヤーの風で乾かしてあげると乾くのも早いです。手袋型のタオルみたいになるじゃないですか。あれでこうやってあげるとより乾きも早いですし、それがない方はタオルをぐるぐる巻きにしてゴムで留めてこう触りながらやってあげると、それも早く乾いてくれるので結構使えるかなと思います。ドライヤーなんですけど、それと基本的になんかその脱衣所だったりとかって、まあ、湿気があるからドライヤーやるの乾きづらいっておっしゃられる方も多いんですけど、まあ確かにそれはあると思うので、より早く乾かしたいんだったら、ちょっとね、お部屋の方とかで乾かしてあげるとちょっと早く乾くかもしれないです。ドライヤーなんですけど、お家で使ってるドライヤーで全然 OK かなと思うんですけど、基本的に風量が結構強いやつがドライヤーって結構重要かなと僕は思っているので、より乾きます。で、温度が高いやつ、熱くなるドライヤーもあるんですよ。130度とかぐらいのやつとかってあるんですけど、まあ確かに早く乾くんですけど、ダメージが出ます。出やすくなる。なので、できれば100度ぐらい、まあ100度以下のやつが本当はいいと思うんですけど、どちらかというと風の量は結構風力が強くて、温度が低いやつの方がダメージが出にくいです。なので風の力で基本的に乾かすので、風が強いやつを選んであげるとドライヤーはいいかなと思います。まあ、最後にまた洗い流さないトリートメントをつけて仕上げてもらうといいかなと思います。まあ基本的に、まあ、ドライヤーで乾かすのすごく面倒くさいですし、今の季節ってすごい暑いじゃないですか。で、結構大変なんですけど、やっぱり乾かさないとダメージも出るし、頭皮の菌がすごく出てきたりとかで、頭皮のトラブルの原因にもなってしまうので、なるべく早く乾かしてほしいので、できればもう水分を先に取ってしまうということを念頭に置いてやってあげるとかなり乾いてくれるかなと思いますので、最初僕のポイントは入浴中からも水分を水気を取っていくっていうのが今回のポイントになりますので、よかったら乾きが遅い方もね、よかったら参考にしてみてください。で、乾かす時もこう襟足の部分ってやっぱ髪の毛密集しているので、そこから乾かしてあげるとより早く乾くかなと思いますので、合わせて覚えておいてください。またね、コメントだったりとかリクエストもお待ちしております。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。